皆さんこんにちは、ワンダーコミックスです。今回は、機動戦士ガンダム、逆襲の者、プレイステーションのゲームの続きをプレイしていきたいと思います。では、ステージ3です。シャアは本気で地球連邦と戦うつもりだ。シャアは俺たちと一緒に反地球連邦政府の連中と戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって本当に嫌気がさしたんだぜ。それは分かってる。それで全てに決着をつける気になったんだよ。全て？そう、あのアーバオア空で全てが終わったわけじゃない。やつは俺との決着をつける準備をしていたんだ。一面戦ステージに進化戻りましたね。大物だ、シャーか。最終決戦、ホワイトベースは残存艦艇とともに S ポイントからアーバオア空に侵入した。見えると、私にも敵が見える。いきなりジオングと戦うことになりました。今後射撃戦で戦っていきましょう。まあ、このパッと見リックドームが、まあ、護衛というか、まあ、一緒のステージにいそうですけど、ここはシャアのジオング狙いを定めましょう。で、前作のゼータガンダム編だとですね、で戦闘が終わって次の戦い、まあ、連戦の場合でも回復するっていうことがまあ、ほとんどだったんですけども、逆者の場合だと、連戦の場合だとダメージが継続するというのが分かっているので、まあ、一戦一戦を戦うっていうのと、あとは連戦に備えてダメージを、まあ、できるだけ受けないように戦っていくっていうね、そういう観点も必要かなと思います。なのでそのあたりはちょっとね、慎重に戦っていきたいと思います。食らった。なんだろう、今のは、なんかちょっと硬直して動けない時間帯がちょっとありました。だいぶ、ダメージを負ってしまってるので、ちょっと決着をつけに行きましょう。これ以上食らうとまずい。またガンダムのヘッドが飛ばされましたね。
ラストシューティングがあるかもしれない。さすがに連戦はなかったですね。まあ、ショーのジョングやっぱり強かったんですが、射撃がですね、接近するとそれなりに当たったかなというふうに思います。はい、ではちょっと短いですが、今回はここまでにさせていただいて、次回また続きをプレイしていきたいと思います。